旦那様がネガティブなんだよね。はい、そうですね。はい、入っても、はい、はい、めちゃめちゃポジティブそうじゃないですか。ああ、そうですか、ありがとうございます。確かに、ありがとうございます。一声目がネガティブのね、声量じゃなかったけど、ね、ありがとうございます。でも明るいんですけど、はい、明るいね、はい、会社の人とか取引先の人との LINE のやり取りで、自分が発言した途端にそれまでつながってたコメントがピタッとやんでちょっと誰も返事をくれなくなっちゃったみたいな時とかに、なんかまずいこと言ったかなって言って、気にしてんだ。直前の自分の会話がなんか他の人の流れを乱してしまったんじゃないかみたいな感じで、でもこれで仕事がやりづらくなるんじゃないかとか、膨らんで、どんどん膨らんでいくネガティブが、多分会社の人にすごい気に障ることをしたからクビになっちゃうんじゃないかとか言ったね、ゴールだね、たどり着きましたな。ねねねね、次の日会社行っても俺の席はないとか言ってて、もうこのまま俺は仕事を失って生活できなくなっていくんだみたいな感じで、30分おきにスマホを確認して既読が増えていく様だけを見てるっていう感じなんですけど他にもですね、まだまだこのネガティブなエピソードがあるということですので、芸能界一ネガティブである若林さんが、一なんですね、私はこの正行さんの考えが理解できるのかっていうのをちょっと判断していただこうかなというふうに思います。あ、これね、はい、グッドネガティブとバッドネガティブがあるので、これ分かるなと思ったらグッドネガティブ、ちょっとこれは分かんないなと思ったらバッドネガティブを上げていただこうかなと。あ、なるほど、はいはいはい、はい、に思います。うん、夏休みで子供たちを連れて私の実家に帰省してるんですけど、ちょっと主人は仕事があって、どうしても名古屋に残らないといけなくてお留守番になるんですけど、そうすると俺を置いて、お前たちだけ楽しそうだな、荷物をちょっと詰めてる様子とかを見ても、ワクワクそわそわして、お前たちだけ浮かれてるなって言ってきて、だんだんこっちもなんかワクワクしたらダメかな、思っちゃいますよね。楽しみにしてる帰省なんですけど、ちょっと、あんまりワクワクしてるとかわいそうかなと思って気を使ったりとかして、いや、それはちょっと違ってるというか、気持ちよく送り出したいんですけど、なんかこうだんだん、あと来月です、再来週です、もういよいよ明日ですってなってくると、こう、あれ俺このまま嫁さんも子供も帰ってこないんじゃないかな、だって俺ってこんな性格だしね、そうだよね、なんかこれを機にこう、まあ分かってるけど、こう、これをじゃあ行ってくるねって言って、もうそれっきり音信不通になって、あ、俺は一人で寂しくこのまま死んでいくのかみたいな風になっちゃうんで、ちゃんと帰ってきてねみたいな、はいはいはい、合図なんすね。そうなんですよ。そうなんですよ、はい、楽しそうだなっていうのが、だから楽しんできてほしいし、はい、すごいワクワクしてくれるのは嬉しいけど、それと同じぐらい、いや、パパとも一緒に行きたいよって言ってほしいだけですよね。そうなんですよ、一言、はい、もうそれだけですよね。いや、本当一緒に行きたいよ、でも行けないもんねがあれば別にいいってことですね。だからこう、あ、じゃあバイバイとか行かれると、あ、振り返らないから、ね、楽しみだから。そう、思っちゃうっていうことか。これはどうなんだろうな。では若林さん、判定をお願いします。だから子供が聞いている場所っていうのは、まあさっきからちょっと一線超えちゃってるなって感じがするんで、これはもうグッドネガティブ。グッドな、ありがとうございます。グッドなんですね。共感がこっちだよね。共感します。で、私も同じで、仕事があるから一人東京残って、奥さんと子供が実家帰ってるってことあるんです。だから、楽しそうに遊んでる子供が、動画とか、送られてきたら、なんか東京より楽しそうな顔してんなみたいな二人の声の張りもあるし、でも私は奥さんに直接は言いませんが、これクソジジイ離婚あるぞっていうのは毎回3日目ぐらいから思いますね。ほら、3日目、4日目、5日目あたりは思いますね。そうですよね、そうですよね、そうですよね、そうそう、ほらほら、こうかこうしかないって言われてて、で、ここに落ちた時に、早々にここに持っ
って、まあ、こことは こっちに持ってきてほしいんですよ。ここのまま一人だとこのままずっと長いんで、あ、早く早く早く上げて、早く私が？いやいやいや、そうなんだよな。でもそうだよね、そうなんだよ、思わせてんだよな、ネガティブな人ってみんな。自分でなんとかしてほしい。そうね、そうよね。じゃあも